はい、こんにちは、ガザガザミシング佐藤です。今日もよろしくお願いいたします。今日はぬじり君と久々に、ガサガサというかね、魚を見に行きます。久しぶりです。2ヶ月ぐらい行ってなかったね。そうですね、だいぶ行ってない、ちょっと僕の方がね忙しくてね、なかなか休み合わなかったんですが、今日久しぶりに、泳ぎたいと思います。はい、で今日来てるのはここ、この前に続き木曽川の本流です。はいでもこの前はね、あの大きな瀬があって流れがあったんでね、とても危ないとこなんで、深いとこ、流れのきついとこはね行かなかったんですが、ここはもう全然景色違うね、はい、がトローンとしててね感じないとても穏やかなところで、でさっきもね下見をしてくれた様子を聞かせてもらったら、まあ、比較的こう浅くて下が泥か砂かぐらいですかね、なんでまあそんなにね、流されることはないんですが、まあ一応ね川ということで、あの気をつけてね、安全に、やっていきたいと思います、はい、で今日はね特別何の魚をっていうわけではなくて、もうとにかくこの環境の木曽川、こういうタイプの木曽川のエリアにはどんな魚がいるかなっていうのを見たいだけなんで、とりあえず泳いできますはい、はいはい、ということでこんな感じで、とりあえずね、かなり下流の方、まあ全然、干潮帯ではないんですけども、大きな、木曽川の、堰、海とね、淡水をね、隔てる堰よりも、上流側なんですけども、まあ、かなりね下流に近い、形態のところへ潜ってみました。で入ってみると、これもだいぶいろいろカットしてるんですが、とにかくね最初ね浅いんですけど何もないんですね。はい、何もないですであれと思って触ってみたらゴンゴンゴンってね落としたと思うんですけども、すんごい硬いんですね、泥じゃないんですね。でこうやってもね手が入らないぐらいね硬いんですね。でそんなね、ところを進んでいると、急にねこのゴロタイシがね、急になんか遺跡かなと思うぐらいね、急に現れるんですね。ほんでまたこの辺から地形が変わってって、そのさっきの硬いね、地面がなんかこう削られてね、あのテーブル状の板みたいになってたくさんこう折り重なってるんですね。で多分これは大水がね、まあ、1年を続いても何十回とあるんで、そういった時にねこう削られたり剥がれたりして、それが流れてきてこう堆積するのかなみたいなことを勝手に僕は思ってるんですけども、といってその間にはねこうやってわずかにねこう砂地があったりとかね、でこれがそのやつなんですけど、どちらかというと粘土っぽいね、なんか粘土土みたいなの塊なんですね。でよくよく下を見ると、これ下ってほぼ全体がこれなんですね。すごいなんかこの堆積物がねこの粘土状になってこう堆積してて、それがパカッとこう剥がれるみたいな感じですね。でその間に時折こうゴロタイシがもうちょっと、ね、中流からだんだん流れてきたっていうのはね、タイプの丸っこいね石がたくさんありました。でそこにはねこうやってあの秩父の仲間ですね、がいたりとかしたんですが、非常に魚が少ないと、いないんですね。いっぱい泳いでるわけではないですね。でそんな時にね、やたら気になってたのがこのグリーンの石についてるこいつなんですけども、これは多分海綿の仲間じゃないかなと、まあ、勝手にそう思ってるんですけど、全然一切調べてないです勝手に想像してるだけなんですけどね、なんかスポンジ状でね、のまあ、海とかにもあんのかな、で、バイカル湖とかね、ロシアのあの世界一古い、バイカル湖とか行くとね、これのものすごいでかいのがあったりとか、でこれやっとね、二枚貝の笹の子ハガイの、殻があったんですけども、実は二枚貝もねずっと気になって見てたんですけども、とにかく、ふとねおっていう風に気づくほど、貝がないんですね。でそもそもなぜかというと、さっきの粘土質のあれなんで埋まることができない、貝が潜れない状態なんですね。で今ここを今手でやってたんですけど、急にね斜めにねぐわーっと浅くなる斜面が出てきたんですね。でここは岸側ではなく、中洲のね島みたいなところなんですね。でとりあえずここを
岸沿いをね、この島の中津の岸沿いを少し進もうと思ったんですね。でなぜならこのエントリーした側は遠浅だったんで、こっちの中津の方がわずかにね、急深いになっているんで、こっちの方が魚がいるかなと思って、進んでみたところ、早速まず初めは下流側にね進んだんですけども、魚がいました。でこれよく見たらね、なんか鯉なかなと思ってね、鯉と船のね、なんかハイブリッドっぽい、なんか鯉 100% の鯉でもなく船でもなくみたいなね、なんかそんな感じの魚でしたね。まああっという間に、ね、一瞬のことやったんで何とも言えないんですけどね、いました。でここからはあえてこれカットせずにね、ここだけちょっと少し、早送りします。はい。でこれはなぜかというと、あこれはね、沼むつかな、なんかいたんですね。でやっと魚がいたぞと。でここで早送りして撮っといたのは、地形がねこうみるみるねこう変化をしていく様子をね、なんか記録に収めておきたかったですね。完全砂地になったり、完全粘土質になったり、泥になったり、またゴロ台紙になったりと、もうすごいね、もう同じようなタイプのがねこう連続するんですけど、もう上から見るとね、まったりだね、あっさりなんでもないところなんですけど、とにかくそれなりにこうそこは変化があると。でその変化があるとこを探すんだけど魚がいないとっていう感じのところだったんですね。はい。ずっといろいろね、で石もつるっとね、あの完全に綺麗な状態もあれば、泥をかぶってるのもありますね。でさらにこれね、本流筋の方へ行く途中なんですけど、またね、さっきから何度か気になるやつがいたんで、またね、撮影するんですけど、このさっきとは違ってね、この海面だと思うんですけど、こう長細くねビュービューっとこう出てるんですね。で最初気持ち悪いなと思ったけどね、何度も見てるうちに可愛いなと思えてきたんで撮影してみました。でこれのね、ものすごいでかいね、30センチ40センチぐらいのね長い、海面なんかがね、そのバイカラ湖にあってね、まあ、昔、見たことあるんですけども、まあ、すごいです。でこれがね、こんなんもね、まあ、規模は小さいですけどね、日本でも見られるのはやなんかいいなと思いました。ですね、あんまりこれの、情報を知らないんでね、いいのか悪いのか分かんないですけど、まあ、久しぶりに見たんでね、ちょっとねいいなと思いました。で今度は、その下流の本流筋に乗ったんですけど、これ何もしてないんですけどね、結構流れ一気に速くなってね、まあ、普通に泳げる範囲なんですが、とにかく、思ったよりもねこう重い流れだったんですね。でここでここなんですね、こう一気に色変わってるとこ、ここから断崖絶壁になってて、粘土質のとこがねスポーンとこうあの途切れてるんですね。でこの下はもうね、そこまで行けなかったんですけど、 4,5 メートル潜っても、そこに行けないんで、おそらく相当深いなと思ったんで、ここで安全のために、すぐに、下流に向かってね、岸に向かってゆっくりゆっくり慌てず、岸側に戻りました。で戻っていく最中なんですが、こう色変わってるの、ここがこの断崖絶壁のね、境目なんですね。この下ものすごく深いです。もうとてつもなく深いです。でここは立てます。で普通歩いてったらね、一気にゴボーッと落ちるんで、これもとてつもない深いです。もう木曽川の凄さをね、一面だけなんですけどね、味わいました。でこれはね、この浅い方に行ったちょうどね、野尻君が何かをね撮影してましたね。はい。でまあ僕はもう少し今度は上流側へ行くよってことで、さっきの道をたどりながら、中洲の岸際まで行きました。で今度は中洲の岸際を上流に向かって進むように、したんですね。でこんな感じでどん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 こう変わるんですね。はい。でこの間魚がいないんですよね、ほぼいないですね。たまーに及川沼地地もいるぐらいなんですね。はい。でこれ岸際に着きましたね。でこれ岸際までゆっくりゆっくりこう見ていくんですけどね、とにかくねいないと。絶対魚はどこにおるのやということでね、絶対どっかにいるはずなんで、それをね突き止めようと思ってね、とにかく丹念に、見てみました。そしたらこうね、今シャシャシャって沖に行くのに魚がいたと思うんですけども、
まあ、10匹ぐらいだったんですけどね、これ初めてね、ゼゼラがね、固まって泳いでいるの、潜んでいるのをね見ました。で他にタモロコと、なんだっけ、オイカワかもいました。でこれがそのゼゼラですね。で最後残ってた3匹を写したんですけど、最初はいっぱいいました。でやっぱ固まってるんだなっていうのをね、ちょっとね、頭の中に入れておいて、この好条件のね今の場所も覚えておいて、同じようなね場所がないかどうかっていうのをねこう探ってます。でここにも今ねいるんですけどね、あこれもそうですね。でここは今ねゼゼラと、タイバラですね、大陸バラタナゴも、一緒にいましたね。でこの辺ね、その中州に生えてる樹木の、根っこなんですけどね、こんだけふさふさしてたらこれは産卵期にね、コイカの魚たちにものすごいね、卵を産むに来るんじゃないかなと思います。でこの下にはこれ下ゴトゴトしてるのこれ全部ねスジエビですね、もう何十匹もいっぱい固まってましたね。以前もね、琵琶湖編の時にね、なんか数百匹だか数千匹だかね、いる塊をね映したようなことがあるんですけども、またそれにはね、勝てませんでしたけどね、いっぱいここにもいました。でこの奥にもゼゼラとかねちょっと驚いてねバーッと動き回ってですね、はい、いましたね。でゼゼラやっぱ泳ぐ時ね、そこを這わないでねしっかりね中層を泳ぎますね。でまあ他に、沼ムツもいたのかな、沼ムツ、オイカワでタモロコでしたね、はい。でここに注目してたらおっと気づいたので、これ新しい魚ですね。でまあ琵琶湖編ではよく紹介してたんですが、土吹きです。土吹きがね、ペアで、いました。で最初はもうちょっと多分いたと思うんですけどね、これ反対側に下流側にいなくなっちゃったんでね、もう追いかけなかったんですけども、土吹きですね。でノービヘアのに関しては土吹きは多分イニウシじゃないかっていう確か言われてるんじゃないかなと思ってるんですが、のでまあ一応ね外来種ということで、まああまり、喜ばしくない魚なんですね、ここの地域ではね。まあ、そんな魚もいました。ただまあゼゼラとね混泳している状態がね、だったんで、まあ、仲良しなのかなと。で割とね、カマツカゼゼラ土吹きってね、こう生息場所が違うようによく書かれてるんですけどね、意外と重なるんですよね。でこの奥にはね、マドカイ小型っぽい、個体も、いました。でこれだけではなくね、ポツポツいました。はい、なのでまあこれもね、末端の水路、水田水路以外にもね、こう本流側にも、出てきてる個体はいるのかなというところですね。これも新たなね、新たなというか、まあ、僕個人としては、ちょっと発見だったんでね、そんなことはないよって、こういうところにもいることはいるよというのを、改めて、知りました。でここはちょっと深張りキューブ化になってるんですが、この奥にね、黒い点々が2つあるんですが、これブラックバスですね、大口バスの、子供ですねが、ちょうどこの斜面にくっついてましたね。でこのバスを見たのはこの日はだいぶ多いだけど、この2個体の他にもう1回どっかで出会ったぐらいかなでした。意外と少ないです。でこれはね、これ水中か水上をねこう見上げたようなカメラを撮ってね、たまたま映ってたんですが、これは上に人が現れたらね、魚すぐ気づきますよねよく見えてるはずです、魚たちが。で次ここですね、今ね、上ここにねナマズが泳いでるんですね。でナマズがとにかく僕に驚いてね、ボワーってこう砂煙を上げてるんでね、ちょっとね濁っちゃったんですが、この左の黒いでかい塊、これが今回の、目玉なんですね。でこれです、このでかい倒木なんですけども、ここで魚たちに出会うことができたんで、このあとですね、第2弾の方でこの倒木周りをメインに、魚たちをちょっと紹介したいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。今回は木曽川のかなりね下の方なんですけども、ま、干潮帯ではなく準淡水域なんですが、まあ、かなりねもう完全に下流の、形態に入っている場所です。
でそんなところのね木曽川大きな本流の、本当に端っこの端っこではあるんですけども、覗いてみると、パッと見ね上から見ると浅くて何にもねこうトローンと流れてる、場所なんですが、水中に入ってみると意外と底質に変化があったりとか、でもそこに魚がね意外と少ないと、はい、じゃあどこにいるんだってことでねこう探していってみると、徐々になんですけどねこうヒントがねこう現れてくるんですね。ほんで、まあ、その間に、入手のチフキがいたりとかね、在来種がいたりとかで、だんだんねこう明らかに、ね、このエリア だけなんですけどね、ここでの、ね、状況っていうのが、ね、分かってくるわけですね。でナマズが最後にいたあの大きなねあれは中州に接してなくて川の真ん中まではいかないんですけどね、ちょっと川の岸から離れた場所にこう沈んでる長い倒木なんですね。でここで初めて魚たちの楽園に出会うわけなんですね。でこのまま作っていくともうね30分40分いっちゃいしまうんで、一旦ここ第一弾でね終わりたいと思います。なので次回はこの倒木周りを、中心に紹介します。では、そんな感じなんでまたね、楽しみにしてください。ちょっと部分的にはねすごいやつがねいたのかなと思ってるんで、そんな方に紹介したいと思います。ということで今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。で、これからもどうぞよろしくお願いいたします。それではまた。